何なんだよお前。芸人だよバカ野郎。これが芸事だ。本気でやりてんだったら教えてよ。人生切って芸人としてやってこう。そんな浅草来たんだよ。たけさ、本当になれると思ってるの？銀ちゃんみたいに。思ってなきゃやってねえ。ちょうどよかった、飯でも行っか。ちょうどよかったって師匠、昨日も同じこと言ってましたよ。うるせえなこの野郎。部屋まで面倒見るんだから期待はしてるんでしょ。あのタケっていう若いの、随分と良くなりましたね。最近じゃよ、あいつのコント見るために集まってる客もいるくらいだよ。時代はテレビでしょ。テレビさよなら、あなたの見た目厳しいんだろ。クラスだ、もうやめちゃえな。タケはどうなるんだよ。あいつに全部教える。まだここ畳むわけにはいかねえんだ。もっと外で力試してやるって思わない？だけ俺と一緒に漫才しない？何言ってんだこの野郎。漫才だと？てめえ俺の下で何見てきなかったんだこの野郎。だったらここでのたれ死にゃいいのかよ。いくらここで爆笑さらったって何もなんねえじゃねえかよ。いつからそんな面白いこと言えるようになったんだよこの野郎。師匠に鍛えてもらったんで。命がけで今日も生きてるんだよ。心は土砂降り雨の中は帰ってこないでよ。ぶっ壊すんだよ今までの漫才を。悲しい色の空のバカ野郎な、本物だぞ。 I can get you out of my mind。 何なんだよお前。芸人だよバカ野郎。